どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。 Tales of Arise の続きをプレイしていきます。じゃあ早速ここじゃなくてウルベゼクに向かうんだけど、ウルゼベクがカラグリア、ここになるんで、ここに一旦飛びます。ファーストトラベル、はい。カラグリアか、ずいぶん懐かしく感じるな。あの時はジルファもいたっけ。親父、しんみりしないの。故郷なんだから胸張って。以前に比べて住民の顔が明るくなったわね。ああ、空気が随分変わった。いち早く解放されただけのことはある。ジルファが見たら喜んだかな。そうだな。でも今はローが、ロー、ロー、どうした。いや、なんていうか、ちょっとさ、出奔したことまだ気にしてるのか。俺にとっちゃ見捨てた間に解放された故郷だからな。なあ、そんなこと気にしてる場合じゃないって頭じゃ分かってるつもりなんだけど、やっぱちょっとな。まあ確かにそれは気にするよね。見捨てたって言い方は悪いけど、離れた町だもんな。ここか、よし。まったく、次から次へと。みんな少しは自分の頭ってもろう。ねえ、アス。なんだ、こっちは今アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来てあのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあこっちのことはいい。何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船、何のためにそんなものがいるんだ。レネギスに行くためだ。レネギス、正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか。分かったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとう、ネアス。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの侵攻の少し前。それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク、心当たりがあるのか。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の1つ。いけるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の一つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。
ネアズ、そろそろいいか。おお、なんだ、炎の剣殿もいるのか。それに、ん？ん？お前、ローだろ、ジルファのせがれの。大きくなったな。あのやんちゃ坊主が炎の剣の、じゃ炎の剣の連れとは、親父さんも鼻が高いだろ。よし、先に行ってろ、俺も後から行く。おう、わかった。またな、ロー、頑張れよ。知り合いなのか？向こうが覚えてただけさ、あったとしてもうんとガキの頃のはずだ。挨拶くらいしてもいいだろうね。俺は親父を死なせてしまったから、ん？死なせちまったからな。ここのみんなにとって親父みたいなもんだったのに。悪い、うだうだ言ってもよ。うだうだ言っちまって、行こうぜ。あ、今日カミカミだな。あいつ、あんな調子で大丈夫なのか？まだジルファのこと引きずってるんだ。敬意が敬意だ。切り捨てるなと言っても無理だろうが、あれくらいの年には重いだろうな。それでも向き合おうとしているんだ。俺は信じる。なら支えてやってくれ。あのジルファの忘れがたみをな。ねえ、奴が言ってた化け物の話、なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。行くぞ。ネアーズ優しいじゃん。お、プライベートアクションじゃないや、なんかそんな感じのやつがある。あら、リンウェル、フルルの元気がないようだけど大丈夫？少しバテてるみたい。フルルはシスロディアの生まれだから。ああ、それでなくてもカラグリアは熱いもんな。ははん、読めたぞ。お前雪国生まれだから白いんだな。ダナフクロウは育った土地の精霊力の影響を強く受けるから、生まれた場所と外見は関係ありません。フルルが白いのはまだ子供だからだもんね。フル、住む土地で色が変わるのか。不思議だな。ずっと一緒に旅をしてるし、成長したらどんな柄の翼になるか楽しみなんだ。白のままっていうのもいいと思うけど、変わってしまうのね。わかった。右と左と頭と尾羽と腹で色分けするんだろ、地図みたいに。ほらー、あだだだだ、急に元気になりやがった。ローが変なこと言うからでしょ。フルルにも美意識はあるんだから。美意識か、なかなか見どころがありそうだ。おー、キュオハリム、惹かれています。なかなか面白いやりとりですね。やっぱでは早速行こうかなと思うんだけど、その前に買い物やら何やら済ませちゃおうかな。はい、とりあえず装備とアイテムを補充プラス強化してきたんで、早速どこだっけ、マップリストのここに行かないといけないから、サンディネース渓谷を通ってだね。ここだ。ここって確かあのあいついたよな、でっけえやつ。あれ倒せんじゃね。もう確か42だったから、今のローたちのレベルだったら余裕。みんなまだいけそうか。ああ、問題ないぞ。明らかに他と違うな。おい、ほら43、いけるいける。こいつぶっ倒そう。さあ行くぞ。いきなりかまされた。はい、こけてください。ボッコボコよ。もう弱そうなとこを戦おうぜ。
よいしょ、いけ、一撃いけえな、やっぱ。ちょっと時間かかるかな。よいしょ、来るか、キーサーラー、あ、ガードできない、痛い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 ね、こいつ。なるほどな、今のやつできたらね。あいっけ、こんな野郎。よいしょ、人雷狼獲かっこええよ、これこのタイプの技も好きだけど、やっぱこの電撃タイプよね。かっこよすぎるわ、あの。そう、最近職域のソーマっていうやつ見てて思ったんだけど、職域のソーマの主人公の声ってやっぱローと一緒なのかな、聞いててなんか一緒なんだよな。よいしょい、こけてください、どん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 蹴るよ。攻撃が来るかな、いけ、危ない危ない危ない、もうちょっとで半分、危ない、よっしゃい、こけてこけて、半分突破、危ない危ない、危ないじゃねえよ、うわマジか、こいつらやっぱちっちゃいやつ出すか、ちょっとこけて、こけといて、その間に回復をみんな、もう一発こけてください、オーケー、そうハートネスサークルしてもらわねえと、よいしょい、アルフェーン、痛い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 、おーっとリミットブレイクしたばっかだったのに、いっか、ライフボトル通過を、っていうかシオンもやられてんじゃん、シオンはダメなんだ、毎回言ってる気がするが、ディオハリム入れたらいいのかもだけど、おい3連続回避、いけ、まさかシオンと一緒に倒れちゃうと思わなかった、使っとこう、あ、キサラもやられてんじゃん、まあとりあえずシオン復活させればなんとかなるけど、
やば、下手くそかよ。別にいいけどさ、アイテムぐらい使うのは。よし、今のうち仕留める。足止めはできないのかな。できないね。なんかちっちゃいの攻撃してる間にやられたな今。うーん、シオンがダメです。間違えた。意外と強かったこいつ、マンキーズ。何、おー、ちっちゃいの。ちっちゃいのにやられたのかよ今。レモングミじゃないや、パイングミ使っちゃおう。はい、わあ、ちょっとそれ横範囲広い。エリクシール使っちゃおうか。はい、アルフェンを頼む。で、あとはライフボトルで量を復活させておいて、ちょっと距離取りつつかな。これ止まんないんだよな。ちょっとシオンはダメなんだって。まあちょっと格上だからな。あー、回避できなかった。15個全部使い切りそうだな。もうちょっとなんだけどな。もう出し惜しみしなく。さあ、結局15個全部使っちゃったよ。よっしゃ、強かった。俺が下手くそなだけだったけどな。本当に進むの？何かあったら。一旦戻ります。一旦戻って、もうちょっとちょっとアイテム回復アイテムとかを補充しときたいと思うんで、一旦町に戻ってまたここ戻ってきたらスタートします。はい、帰ってきましたと。じゃあ早速ちょっと進んでいこうかね。あー違う、こっちじゃない、この脇道だ。ここ入っていって、ここだ。ちょっと牧場の様子を見ねえか。お、ここでキャンプあったっけ。
あったか。ここまでは順調だな。料理何しようかな。経験値アップは欲しいな。これだな。来たらで作ろう。待たせたな。うんと食べてくれ。うまそうなんだよな。誰と過ごしますかって喋りマークはついてないけど、シオンで。シオン、少しいいか。私はもう一食するから先に寝てて。ちゃんと眠れた？眠れたけどあれだな、シオンのもう一食が気になったな。今はあの後一食食べたのかよ。ではここん、ここまで来たけど、今回の動画はここまでにしようかなと思います。次回ではちょっと進んで、炎のてか火山の場所に行くんだけど、オープニングでちょこっとだけ見れたんが、なんか炎の化身みたいなやつが出てくるんだよね多分。そいつがここのなんかそのでかいズーグルの正体なんじゃないかなと思うんで、次そこまで行けたら行こうと思います。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画までまたねー。